はい、それでは今日行われました、あ、総裁選なんですけども、うん、まずこの今回の総裁選についてアンケートを取りたいと思います。ね、はい、はい、アンケート出ますでしょうか。はい、今回の、総裁選について皆さんどういうふうにお考えでしょうか。安倍さんが大勝した、石破さんが善戦した、さんがその他です。結構難しい質問だ、ね、難しいですよ。まあどうでもいいという説もあるけどまあ一応質問、質問、ね、はい、どうですか。これすごいね、やっぱり質問出すとみんなパッと押すでしょ、だからすぐ集計できちゃうんだよね。ああそうですよね、うん、すごい。そうですよ、もう、はい、もうそろそろですか。はい、はい、はい、出ます。はい、出ました。あ、安倍さんが大勝したが 60% ですね。あ、で石破さんが善戦したが 22.2%、 その他が、まあ、17.5% ということで、まあ、大勝したっていうのが、まあ、実際大勝ですもんね。ダブルスコア以上ですね。ダブルスコアだしね、うん、議員票で8割だっけ、はい、それからあれでしょ、党員票でも 55% 取ったんでしょ。だって前回の石破さんの党員票が55ですから、それを超えたんですから、僕は対象だと、まあ、これで言うと僕は対象だと思いますね。そうですね、うん、議員票において、うん、8割超えたっていうことは、うん、8割になったっていうことは、これは、うん、まあ、最初に言われてた目標をクリアしたから、これは、うん、まあ、まあ、対象というか勝ちですね、うんうん、ただ地方票なんですけども、うん、目標6割だったんです最低、うんうん、それが 55% っていうことは、うんうん、ちょっとやっぱり取れなかったんじゃないかっていうような評価もやっぱりできるわけなんですよね、うん、ただね、いやその通りで、うん、ちょっとこれは注意した方がいいと、この数字は注意した方がいいという議論もありますが、うん、一つまずね、僕今日フェイスブック見てたらね、面白い議論を見てね、八幡っていうのか、はい、八幡哲郎さんっていうでしょ、和郎さん、ごめん、哲郎さんは美濃師匠だ、まあいいや、八幡和郎さん、すいません、先輩の名前分かってない。そうですよね、そうですよね。彼がね、こう言ってたんですよ、実は党員っていうのはね、うん、二重国籍と同じで、うん、二重党員っていっぱいいるんだって。それは僕もよく分かるんですよ、うん、だって党員登録って、うん、お金、例えば自民党やったら年間4000円やったかな、うん、維新の会やったら年間3000円、うん、払えば、例えば自民党と維新の両方の党員ってやろうと思ったら全然できるんですよ。だって最初サポーターです。あ、サポーターはまあ党員じゃないんだけど、立憲民主党のサポーターだってできるし、サポーターっていうかなんかあれですよね、立憲民主党のサポーターですよ、サポーターですよ、だからできるんですね。だから実は自民党っていうのは、うん、そういうその野党っぽい人、うん、今の政界の構図だと野党支持者が自民党総裁選に影響を与えるために、うん、自民党党員になってる人が結構いるんじゃないかという指摘を八幡和夫さんがされてたんですよ。で僕はそれ知らんで、それは実際にそういうことがどれぐらいの規模であるかどうか分からへんけど、うん、そやけど確かに制度上そういうことができるんですよ。だから八幡さんはこういうのではね、やっぱり一国の総理総裁を決める、うん、それは自民党だけじゃない、さまざまな政党で代表選挙を決めるときに、最近は党員投票ってあります、どこでも、うん、その時にやっぱりそれを適正にやる、公正にやるためにはね、例えば政党法っていうのを作って、うん、で ID ちゃんと、それこそマイナンバーで、うんうんうん、要は二重登録できないようにして、うん、ちゃんとその政党法という法律の枠組みできっちりとした党員登録をした人だけがその権力の選挙というか政党の選挙に預かれるようにすべきじゃないかという指摘をしていて、僕はまあ面白い指摘だなと思ったのが一つ、うん、それからまあもう一つは来年参院選があるので、まあそのこの地方でね、やっぱり地方で石破さんが勝ったようなところについてはね、やっぱり参院選に向けてやっぱよく対策も練っていかなあかんかなという気がしますね、うん、私はですね、うん、そのまあ伏兵というかそういう主義が違うのに、はい、まあ、忍び込むような二重国籍って、まあ、それはあると思うんですよ、二重党籍っていうのはね、うん、あり得ると思うんですけど、うんうん、それはなかなか実際的にはない話で、なんでかって言ったら紹介者がいるんですよ、うん、
あ、紹介者ね、紹介者がいる、うんうん、まずそれが一つ、紹介者がないと入れないですよ、うん、いきなり飛び込んで党員になりたいって言ってお金払っても、うん、やっぱりしてもらえないっていうのが、うん、まあ、一応その、 あの規約であって、okay, okay, okay.でそれができないことと、うんうん、でそもそもあの 自民党はあのあれですよね、1人1000人新規党員を集めろとか、うんうん、そういったところで二階さんがいろいろとそういう、うん、されてましたよね。1000人の党員がノルマになって、うん、できなかった人は名前を公表するとか ね、はい、それとかあとなんか罰金みたいな払わせるとかあって、はいはい、で私聞いたのはね、あの党員は4000円なんです。はいはい。で党友って2000円なんです。ああ、はいはいはい。で党員と党友って党員じゃないけども、はいはい、同じところに住んでいる家族とかは党友になれるわけですよ、ね、うん、はい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 。でこの間聞いたのはね、ある議員なんですけど、うんうん、で党友も党友権あるのみたいですよ、うんうんうん、で9人党友持ってんだっていう。ああ、なるほどなるほどなるほど。っていうのは、うん、やっぱり1000人集めな、まあ、1000人集めれるかどうかわからないけども、うん、とりあえずそう党友だったらまあ、負担少なくていいんじゃないかっていう感じで、まあ、集めてらっしゃるところはあるらしいんです、うんうんうん、でね、そういう場合だったらどうなのかって言ったら、結局は投票って投票権って一つのところに来ますよね、うんうんうん、そしたらその集めようとしてたその中心たるコアたる人が全部仕切れるわけですよ。はいはい、家族とかやったらね。そうだから私はね、そのそれを考えた時にすごく今回、うんうん、その欠板状というか、うんうん、そのね、署名を、うん、あの派閥で出した、うん、あの派閥でね、うん、二階さんとそれから麻生さんのところと出されましたよね、うん、そういったところの安倍さんの方が、うん、そういう意味では、うん、地方党員票っていうのは取れるんじゃないかなっていうふうに私は思ってたんです、うん、だけど今回ちょっとそれがやっぱり55っていうのは過半数だけど、60っていうのがだって国会議員が80で地方が60って言ったら、なんでこっちの方がこんなに少ないのって普通思うじゃないですか、うんうん、もうちょっと例えば70とかそれ以上だったらあれだけど、うん、あ、もっと取れてもよかったんじゃないかと、うん、そう、うん、私はやっぱりそういうふうに思ったんですよね、うんうんうん、まあ、僕はまあまあこんなもんかなと思いますが、でもおっしゃるようにあのそういうことはあると思いますね。それからあの、うん、そういう党員という意味では面白かったのがあのさ、福島、うん、福島、あ、そうそうそう、ね、いや、あれ、ああいうこと、ちょっと紹介して福島の、うん、福島がですね、せっかく振ってあげてるんだありがとうございます福島がですね、実はですね、石橋さんの方が少なかったんですよね、うん、あの地方票が、うん、でも、ありましたよね、現場さん の事務所の秘書さん、ね、秘書さんが石破さんに、現場さんの秘書さんが石破さんに入れてくれって言って電話かけてきたっていう話やってた。あ、福島って福島県ね、福島、うん、そう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 、うん、で現場さんが、現場さんって今どこにいるんだっけ、今無所属っていうか無所属の会かな、というか現場さんが、でも自民じゃない、現場さんだから野党の国会議員が自分たちのこの組織を使って、組織っていうかその使って自民あのつながりのある自民党員にあの石破さんに入れてくれと言って運動してたっていうのが、まあ、ニュースになってた、ニュースになってたんですけど、多分ねその秘書さんが、うん、多分あの現場の秘書だ、現場事務所の秘書だけども、うん、自民党員だったんじゃないですか。いやでそういうこともあるかもしれないけど、でもね、うん、皆さんが思ってる以上に地域ではこの政党の垣根を越えて付き合いがあるんですよ、うん、だって大阪だって自民党と共産党付き合ってるわけですよ。一回一緒に選挙をやれば、うん、いろんな人間関係ができるからね、うん、でそういう中で党員の問題だってそういうことが僕はさっき申し上げたことがあると思うので、結構思いのほかそこはこうちょっと融合しちゃってる。まあでもね、結論言うとね、うん、結論言うと、うん、現場さんとこもうちょっと頑張ったれやみたいな。あ、これ結局現場さんまで応援したのにそうそうそう、石破さん負けてるやん、そうそうそう、話題にもなったのに、うん、何やみたいな感じで、確かに確かに、ね、恥ずかしいね、そう恥ずかしいでしょ、うん、だからやっぱりあの現場さん、うん、あれ負けたのは現場さんの頑張りが足りなかったというふうに総括していいんじゃないですか。現場さんが頑張りすぎて半端あの壊れちゃったんじゃない。いやでも現場さん頑張ってなかったと。ああ、山本。手抜いた。いや怒られちゃいますよね。いやでもね、
ちょっと話もうこれは現場さん使えない、現場さん使えないとか使えないし、そのなんていうの、このそ要はさ、例えばアメリカの大統領選挙にロシアは影響力を行使しようとするわけでしょ、それと同じで自民党の総裁選挙に野党5党6党の野党5党の人たちが影響力を行使して安倍政権をできるだけ弱くしようとするのは極めて合理的な、いや合理的って当然そういうことができるならやろうとすると思うよ。まあね、まあね、ただ やればやるほど票が逃げるっていうのもありますよね。だから例えば現場さんとかもそうだけど、地方の特に民主系って昔自民党の勢力が、今民主系とか、そう要は歴史的にこういろいろひっくり返ってるところとかあるからね、ありますね。そういうところが党員ではこう重なってて、勢力がいや野党サイドに実は自民党員が残ってたりとか、自民党、まあそういうことがまああるかなっていうことをちょっと言いたかった。ちょっとあんまり引っ張るテーマではないんだけど限られた時間だからあんまりこうこればっかりで引っ張るとねちょっとね、はい、いやいや本当に面白いんですけども、あとね、その国会議員票なんですけども、石破さん73票お取りになったんですよ、で最初はね、石破さんの派閥って20名なんです、本人入れて、で20人じゃないかとかね、20票じゃないかとか、あと50票じゃないか、50票っていうのは石破さんにプラス、その竹下派の参議院のメンバープラス、まあ、無派閥の人たちとか、あとお仲良し、これ書いてないけど一つ目の列が議員票で、この票すごい手抜きだね。一つ目の列が議員票で、二つ目の列が地方票 で、ほで最後が合計、そう、あ言わんでも分かるか。はいはい、数字が分かればいいんです。で話戻すと、で73票をどういうふうに評価するかなんですけど、実は私ねこれね、当てたんです、私当てたんですよ、当てたの70って言ってたの、70ぐらいって言ったんです。読みが当たったわけ、読みが当たったの、そしたらね、褒めてくださいましてね、記者が。でね、なんでかって言ったらね、なんかね読売新聞は50って出したんですって、でそれは何かって言ったら、記者がね、各事務所に電話かけて、お宅は石破さん入れますかって言って、一人一人に聞いて電話をかけて具体的にやって積み上げたら50だった。50だった。それが安住さん適当に言って、安住さん適当に70って言ったら、だから73だった。そう。いや安住ね、やっぱり才能あると思うよ。いや私ね、本当適当に言ったわけじゃないんですよ。実はね、で実は何かって言ったら、17日に石破さんが、銀座でね、凱旋されたんですよ、でその時にね、4丁目から1丁目で歩かれた時に、私はある議員と一緒に話をしながら歩いてたんですよ、でその時にいろんな話聞いたんですよ、いろんな話聞いた、でその中にね、何票ぐらい行きますかと、国会議員票、地方はまあ それそこそこ取るだろうと、だけど国会議員票が例えば20だったら目も当てられないですよね、だって405あるんですよ、今日ちょっと無効票あった、ありましたけど、無効票ちょっとあって3票ぐらいかな、あって、そうですそうです、だけど、もし20票だったら385票も安倍さんですよ、もうね、なんかいや私が石破さんだったらちょっと恥ずかしくて、それからなんかあれですよね、自民党の本部行けないぐらいの、まあでもそんなことはないわけで、でなんでかって言ったら、なんかすごい余裕を持ってるんですよ、でなんでですかって言って聞いたら、いや僕はね10票持ってんだって言うんですよ、だから友達っていうか知り合いの人で安倍さんのカラーのついてない票を、10票持ってると、で多分入れてくれると思うけど、だけどなんかのまたね、いろんなことで入れてくれないかもしれない、でもそれだけ持ってると、でみんな他の人もそれなりに持ってると、でそれをちゃんと例えば名簿にしてもいいんだけど、名簿にした段階で相手陣営から切り崩されると、だから絶対表にしないけど抑えてる票があるっていう、ね、あると言うんですよ、でそれでどれぐらいじゃあ取れると思いますかって聞いたら、100だなって言われたんですよ、でこれはね見桁はねまずないと思う、石破さんがね、福山雅治ぐらいだったらいいかもしれない、これ11時までだよ、
あれどうしたんですか。いや今聞かれたから何時まで。はい、はいはい、あ続けて続けて、うん、あの福山雅治だったら120ぐらい取るかもしれないけど、はい、石破茂ですからね、うん、だから私はまあちょっと鉢掛けにしようかなと思ったんだけど、鉢掛けじゃちょっと多いかなと思ったんで、うんうん、だから足立先生だったら 8.8 ぐらいにしますね、うん、おーちょっとごめん、ちょっと今画面ばっかり見て聞いてなかった。いやいや、すみません。マサと比べんな、はい、だからそれで70っていう。それね、うん、あの具体的に直前に明らかにした人たちがいるじゃない、うん、橋本学とか、うん、それから加藤愛子ちゃんとか、うん、だから小渕優子ちゃんとか、うん、あ小渕さんはでももうあ前から言ってた、前からっていう私の中では、ま、彼女はあの、まあ、っていうか、いや、当然だよね、まあ、青木さんの系統だからっていうので、うん、そうだからあのまあいろいろから、まあ結局小泉進次郎君も、うん、小泉進次郎さんもね直前にまああれして、だからまあ一定数そういうことであったわけだね、うんうんうん、いや小泉さんね、うん、私ちょっと残念ですね。残念っていうかもともとダメだからあの人は。なおさらじゃないですか。そうそうそう、残念、ちょっと語って。いや残念なのは、うん、やっぱりね、あの石破さんに入れるんだったら、うん、最初から石破さん支持してないんですよ。そうですよ。でね、いや応援したってね、どうせ石破さん負けますよ。結論的に言って、うん、1票でも少なかったら負けるんだから、うん、そんなのだって現職のね総理大臣に対抗して勝てるはずないじゃないですか、うんうんうん、だってみんなあのあれですよ、あの小泉進次郎って書いちゃいますよ、あんまり目だったら地方票ね。だから絶対にあの勝てないんだけど、でもねそこそこいい勝負になると思うんですよ。いや絶対そうですよ。そうでしょ、うん、なんでそんなにね逃げたのかなって思うわけですよ。いやだからもともと前回は小泉さんは石破さんに入れてたわけで、だからもう引き続き石破さんに入れるのか、うん、安倍さんに乗り換えるのか、うん、というのが今選択肢ですよね、うん、でもし石破さんに行ったら、うん、そのまあ言ったら、負ける方に今乗るから、うん、負ける方って分かってたから乗りにくいと、うん、でも乗り換えるとしたら乗り換える理由を説明せなあかんということで、いずれにせよ結構難しい選択だった、うん、でも一番なんか、うん、難しい選択だけど、だから最初からね、そうなんですよ、どうせ最後石破さんに入れたんだから、そうなんですよ、いや最後まで言わないんだったらいいよ、うん、でも結局直前に言うんだったら最初から言えば、安住が言うように、うん、面白かったと思うんですよまだ、うん、でもそれを党員票に影響を与えない、うん、党員票そうでしょ、19日ですよ表明っていうか、伝わってきたのが姑息というかね、せこいというかね、私ねちょっとがっかり、だからあのいや僕あんまりそう言うとね、また女性票が足立さんから離れるって言って、また地元の後援会が僕は小泉さんの悪口言うと大体大阪に戻ると地元の後援会の人たちが、うん、また言ったのって言ってね、また言いましたよまた後援会の皆さんまた言いましたよ、小泉進次郎さんの悪口言うとね、地元の特に地元の人たちはすごく気にしてて、うん、あのやめときなさいって言われてるんだけどまあちょっとね、はい、うん、はい、いやだからね、やっぱりそのやっぱりおっしゃる通りなんです、うん、それとね、うん、あと、うん、例えば安倍さんに乗り換えるとしても、うん、例えばね、まあ、3年間自分にとってすごい大事な時であるで、うん、その時に別にその石破さんとものすごい深い付き合いがあるというふうには聞いてないんです、うん、そうだね、でそれで安倍さんにとりあえず、うん、まあ、あのどっちみち安倍さんになるから安倍さんのところに投票してって、うん、それで無難なようにやってその3年間、うん、それ敵を作らないようにやって3年間過ごすっていうのも、うんうん、一つはそれ戦略だと思うんですよ。いやいや、いろんな戦略があるよね、うん、いやだからね、政治家っていうのはやっぱり棋士鮮明にすることが、うん、なんちゅうかな、棋士鮮明にしてなんぼなんですよ、うん、国会議員っていうのは僕も国会議員の端くれですけど、うんうん、黙ってれば、うん、あるいは今回みたいにあの小泉さんみたいにこう最後まで決めないで静かにしてる、うん、これがもちろん楽ですよ、うん、楽だけど国会議員っていうのは棋士鮮明にしてなんぼなんですよ、うん、あるいは黙る発言をしてなんぼなんです。だから僕はいろんなとこで発言をして怒られてるけど、うん、でも僕を応援、まあ、評価してくださる方が僕に今おっしゃるのはね、うん、いや国会議員700人もいてね、うん、
なんでもっとみんな喋ってくれよと、うん、もっともっと国会がどうなってるかっていうことをもっと話してほしいと、うん、いや僕そうだと思いますよ、みんな知りたがってるんだから、うん、そりゃそうです。だから僕はとにかくリスクをリスクを追ってでもですねツイートもして、それからこういうところにも呼んでいただいてありがとうございます。自分でチャンネルあだちゃんとか、はいはい、報道特集とかでとにかくお話しする。それはなんかなんとかな、なんかなんか自分を織り込もうとかそういうことでもないし、うん、なんか喋ってないと死んじゃうとかそういうことでもないしいやそうかもしれない。僕はね基本的に静かな人なんです。僕は一人で本を読んでるのが好きな人なんです僕は。で一人結構引きこもり系なんですよ。なるほど。引きこもり系だからそうなんだけど、僕はバッジをつけてる限りは、うん、語って語って語り尽くす、うん、自分の頭の中にあることをどんどん、まあ、情報を入れて、うん、それを咀嚼して自分の思いを語って語って語り続けていくのが700人の国会議員一人一人の僕は責任だと思うんですけど、ね、ほらもう惚れ惚れするわって言われてますよ。ところが小泉さん、うん、ね、損得だけを考えて、うん、格好だけを考えて、そんな損得とか格好を考えてたら総理大臣になれないですよ。やっぱりね、最初から多分決めてらしたと思うので、うんうん、ちゃんと言うべきだと思うんですよ、うん、そのなんかこれは心に響いたとかね、うん、なんかそんな中途半端なところで置くんじゃなくって、ね、あ、遮ってごめん、いやいや、どうぞ。ひどかったのがさ、何だったかな、青年局の討論、うん、演説会があったんです。で彼は青年局の討論会までは、うん、いろいろしのこのしのこの言って、うん、青年局の討論会に注目してると言ってたんですよ、うん、逆に言うと、うん、青年局の討論会が終われば、うん、一定の判断をするっぽいことを示唆してたんですよ。ところが、うん、その青年局の討論会が終わって記者団にマイク向けられた時に、うん、いやまあその今回の総裁選は二者択一っていうほど簡単単純なもんじゃないんだよねみたいなことをね、うん、言って、いやその2つに1つでもない、もっとこの話もっとこの選挙はややこしいんですみたいなこと言ったわけ。ちょっと言葉忘れたけど、僕それ聞いてね、こいつはバカかと、うん、二者択一ですよ。二者択一です、もちろんです。選挙ってそういうもんですから、そう、はい、ねえ、うん、だってほら行くか帰るかどっちかでしょ、うんうん、でなんかそういうふうなところの本当にもったいぶってるところが、うんうん、私は今回はちょっと、うん、小泉さん残念だったなっていう感じはしますよね。残念です、うん、まあ、僕はまあもともとそういう人だと思ってたけど、こういう要所要所で彼が、うん、殻を脱ぎ打ち破って、自分の殻を破って、うん、被ってるものを脱ぎ捨てて新しいフェーズに登るチャンスはこういう時しかないんですよ、うん、というかね、そもそもね、何かあった時にパッと判断しなきゃいけないのが、うん、国会議員じゃないですか。そうでしょ。それで、ね、なんか危ないことがあったらもう瞬時に判断しなきゃいけないじゃないですか、うん、そうです。なんか二者択一じゃないんだよなとか、例えば北朝鮮からミサイル飛んできたら迎撃して、もうなんかね、日本に着弾しないようにさせるっていう、そういうふうな義務があるわけじゃないですか。それを見て、あ、なんか着弾するかもしれない、しないかもしれない、二者択一じゃないんだよなみたいなことじゃ困るんですよ。あ、アキコは足立を抑えないとって、抑えません抑えません。だからやっぱりね、そこのところは国会議員っていうか政治家っていうのはやっぱり判断力、うん、そう、それも瞬発性、瞬発、そう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 、だってすぐ判断しないといけない問題、それも答えがない問題、うん、それがいっぱいあるんだから、うん、ね、そうですよ。だから僕がね、ツイッターを大事にしてるのはそうなんですよ。だって瞬発力を常に試されてる。たまに言い過ぎちゃうことありますけどねでもツイッターというのはまさに飛んできたボールを、うん、ポーンと打ち返すんです。1日に何十回と何十回も打ち返す、1日に何回も1日に何十回と打ち返すのがツイッターの醍醐味なんですよ。なるほどなるほど、ね、うん、ダメ、いやその通りだと思いますよ、うん、安住綺麗になったねって、前はブサイクだったんでしょうかみたいな、そんな深掘りしてどうする
それでね、私ね、うん、同じようなあればでね、うん、あの会見もそうだと思うんですよ、うん、会見ってね、与党も野党もね、でちなみに官邸も全部ね、なんかね、事前にね、うん、質問を出せって言うんですよ。嘘、うん、質問を通告しろって言うんですよ、うん、でもね、そんなの通告して面白い答え返ってきたことないんですわ、うん、そうな、でね、私ね、すごい楽しみなのは、うん、野党の会見でも何でもなくって、やっぱりね、官房長官の会見、ああ、官房長官もうね、いつもね、あの通告なしですよ、うん、通告なしで言って何、どういう言葉が返ってくるか、うん、でもね、この間なんて感動しましたよ、うん、あのね、ギネスでね、うん、2人合わせて、うん、生きてる夫婦で2人合わせて208歳のご夫婦が香川であったん、はい、いらっしゃるんですよ、はいはいはい、で、そのね、ギネスにノミネートされたことについてどう思いますかって聞いたんですよ、うん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 、ね、うん、私は時々ほら、あのカールが廃盤になるけどどうなのかとかって、うん、聞いたりもするけど、はい、そしたらね、はいはい、そしたら長官は何をおっしゃったかって言ったら、うん、あの長生きして良かったと思える国にしたいとおっしゃったんです。かっこいいね。かっこいいでしょ、それ瞬間考えるんですよ、うんうん、私別に何にもあれですよ、うん、あの通告してるわけでも何でもない。でもそれはね、菅官房長官が常にそう思って、そうですそうです、思ってらっしゃらないと、やってらっしゃるから出てくるんですよ。そうですよ、ね、うん、僕はいつもあの野党のことアホだバカだとずっと思ってるから、なんかきっかけがあると言っちゃうんですよ、うん、それと一緒ですよ。でこの間ね、うん、ちなみに長官はね、うん、ある方の質問に対してね、うん、ロシアに聞けっておっしゃったの。あれもやっぱりロシアに聞けってずっと思って、そうそうそう、お前中国に聞けとか北朝鮮に聞けとか、だからキム・ジョンウンに聞けってよ、うん、申し上げましたよね、前もう そう思うよ、そう思ってるわけだよね。お前ら俺に聞くなとボケと。でもね、やっぱりそういうふうに普段から、うん、はい、あのやっぱり思ってらっしゃるから、そのね、反発、あのその瞬発力っていうか、はいはい、そういうところをやっぱりね、うん、問いたいですよね、うん、で国会議員ってそこで本音が出る、うんうん、そうですね、だからやっぱり、うんうん、だからやっぱり私はそういうのが好き。だから記者会見はね、まあ、あの橋本さんとか松井さんとか吉村さんもエンドレスでやってるけど、うんうん、僕はあれはね、別に記者のためにやってるっていうかね、うん、あの政治家もあれで鍛えられるんですよ、うん、ああそうですよね。あの例えば受験生が、うん、ね、受験生が、うん、試験受けるときに、うん、準備するときに練習問題解いたりするやん、うん、それ練習問題解くのは誰のために練習問題解くかって言って、自分が本番で勝負に勝つために練習問題解くわけですよ。だから政治家が記者の質問を受けるっていうのはね、うん、それはあの本番で間違ったらあかんからね、うん、だから記者と議論して、うん、記者から厳しい質問をもらって、それを打ち返しながら、うん、自分の考えとか、うん、自分の判断力とかを磨いてると僕は思うんです。だから僕なんかね、うん、やりたいけどね、うん、あの役職ないからね、あの記者会見ないんですよ。だから僕は記者会見僕出させてもらえないのでね、まあ、僕が記者会見なんか出ると大変なことになっちゃうかもしれないけど、じゃあ今度しましょう、うん、記者会見。いや本当ね、私があの何人かあの記者の人を連れて、それで記者会見っていうか懇談みたいな感じで、うん、こう質問っていうクエスチョンタイム、たまにね、記者の人を僕のところにも来てくれるんだけど、結構マニアックな記者だけでね、あの普通の記者は僕のところに来ません。でもね、あのある記者さんになんか君、うん、面白ないから帰ってとかって言ってたりするんです、うん、いや僕はだからさっき申し上げたように、僕は記者っていうのはこうキャッチボールすることに僕は喜びを見出してるんで、ね、でしょでしょでしょ、だからそういうのを一緒にやってくれる記者さんとは仲良くなるんですよ。じゃあ向こうも面白いし、うん、こっちも面白いし、で2人で記者さんとキャッチボールをしながら、すごい2人とも持ってなかったものがこう編み出されてくるわけです。おそうだよねみたい な、 あ、なるほど。それで2人で例えば政権構想とかをね、こういう政治を作っていきたいよねっていうことを記者さんと盛り上がって握手して別れるみたいな。じゃ あ、 あの来月に臨時国会が始まりますので、うん、どんな国会なのかというところで、うんうん、
何人か記者さんを呼びますので、まあ、で僕だけじゃなくてもいいし、とにかくなんかそういう記者さんとあれするって面白いと思う。面白いですよね、うんうん、それじゃあちょっと私考えますね、はいはいはい、だからやっぱりあの瞬発力なんですよ。あの小泉さんの話からどん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 発展してしまいましたけども、はいはいはい、やっぱりあの瞬発力でどういうことを普段から考えてるのかっていうことがそこから出てくる、うん、僕は700人の国会議員全員がそういうこうフルオープンで何を聞かれても全て答える、うん、ね、いや答えられないことは答えられないでいいけど、うん、何でも聞いてください、それ全てに自分は誠実に答えていきますというスタンスでパブリックに対してオープンにするのは僕は義務だと思うけどね、うん、それがね月に1回しかやってくれないのがね枝野やろ枝野さん。しかもこの間私が聞いたのね、あのそう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 知見がないってね、あのあれでしょスキャンダルのことを、そうだから吉田さんっていうかあの東京医科大学のことについて質問が出たんですよ、うん、でその前に、うん、まあ両方とも私がしたわけじゃないんですけど、うん、その前にあの安倍総理の事務所に火炎瓶が投げつけられた昔の事件についての質問が出たんですよ、はいはい、それについて感想を求められて、はい、まあそれについては他党のことだから、うん、だから知らないとか質問に答えないっていうのはあり得るわけです、うん、他党の話だったらね、うん、でそれはそれに対してまずいや知見がないので答えない、うん、これ ないって言ったんですよ。でもこちらの方は自分の党の中の話なんですよ、うん、でそれに対してさっきの安倍さんの話と同様に知見がないって言ったんですよ。ひどいな。でね、それは他党の話と自分が代表を務める党内の話と一緒くたにしてどうすんだと。こっちは責任がないかもしれないけど、うん、こっちはあなたが責任持ってるじゃんっていう話で、うん、私聞いたんですよ。それはちょっと違うんじゃないですかって言ったら、うん、知見がないから知見がない。これね、知見がないって、まあ、100歩譲ってね、うん、その時に答える準備ができてなかったとしよう、うん、ほら次の時にね、例えば枝野さんの後福山さんのやつがあったんですよ、うん、枝野さんの時に聞かれたんだから準備しといて福山さんも答えたらけど、福山さんも同じ質問に確かあの知見がないって答えてるんですよ。いや、あの時なんかひどい、違ったかな？ひど、いや、そうです、そうです、ひどいなと思ったのは、うんうん、その時に言われたのがね、うん、そのまだね、うん、ネットの話である、うん、で、まあ、週刊誌も出てますけど、はいはいはい、週刊誌のレベルであるみたいな話で、はいはいはい、で大手の新聞が書かないからだっていうんですよ、うんうん、で大手の新聞書いたら何でも OK なのかよとかって思って、だからね、うん、それは不誠実で、いや本当でもね、それは野党が不誠実だったらダメですよ。フリーのジャーナリストであれ、うん、何であれ、そういう国民とのコミュニケーションをつないでるね、うん、安住さんに聞かれたらさ、それは答えないとダメだって、それは、まあ、だから幹事長は私質問してないんですけど、ね、だからね、だからまた聞く可能性はあるの？いや、だからいつされるか、うん、なんかまあ連絡はあるんですけど、うん、また多分10月にされる、うん、あ、そうか、1ヶ月に1回しかやれないんだ。そうなんですよ。だからその時にね、うん、たまたま引っかかる問題、うん、だってね、週に1回の官房長官会見でも、私ね、すごい質問に困るんですよ、うんうん、っていうのは、ね、それはダメだね。というのはね、うん、やっぱり月曜日ぐらいにすごい聞きたい話があるんですよ、うん、はいはい、だけどもそれは金曜日になったら終わっちゃってるんですよ、はいはいはい、だからやっぱりね、うん、野党第一党の党首たるもの、うん、週1回は当然、うん、できれば週2回、うん、絶対やるべきだよ、ね、週に2回やってたのがね、うん、岡田克也、お、大好きなんですよ、やるのが好きなの。であのね、外相の後に幹事長になったんですよね、うん、そしたら週2回やってたんですよ、うん、でなんでかって言ったら外相会見って週に2回やってたんです、うん、でそのままやったら、うん、そしたら、うん、他の人たちみんな週に1回だって、うん、歴代ね、うんうん、でそれ知らなくって、え、1回なのみたいな感じでだったんですけど、うん、あの方もね会見大好きなんですよ、うんうんうん、意外と、いや、まあ彼は真面目で、そういう僕が先先輩ですよね、あ、先輩、うん、経産省はみんな偉いから、ああ、そうですよね、はいはい、さっきの話題の経産省の方多かったですよね、あの誰、八幡さん、あ、八幡さん、うん、八幡さんも、や、まあ、あの悪いのもいるけどね、岸博之とかね、嫌いなんですか？嫌い、あいつあいつだって地上波の番組で僕の悪口言いやがってね、え、どんなこと言ったんですか？え、どんなこと言ったんですか？いや、僕がアホバカって言った時に、うん、足立さんは経産省にいた時にも、うん、国益を無視した
業界をのための仕事を彼はしてたんだって言ってね、けしからん男なんだって言って地上波で言うんですよ。でもね、それ事実ならいいですよ、違うんですよ、うんうん、彼が岸さんが業界の犬だったんです。ただ ABEX だからね。要はあのそういうあの著作権法の問題の時に、うん、ABEX の彼は慶応大学の先生のふりしながら、うん、実はお金は ABEX から来てるわけですよ。ABEX 慶応大学払わなかったんですか。いや慶応の先生でもあるけど、だから ABEX の音楽業界の犬なんですから、うん、だから僕はもう本当だからね、一回ちょっと俺の前に出てこい岸。ほんでまたなんかね、言うことはそれなりだからさ、結構人気あるんだよな。あー、チキショー、うまい。いや私ね、なんか岸さんって、うん、ソフトな感じじゃないですか。ちょっと顎長いけど、はい、あのソフトな、うん、あの感じの方って思ってたんですけど、うん、ある時ね、うん、小沢さんを一生懸命用意してるんですよ、うん、でね、なんか自分の奥様が、うん、なんかあのキャビンアテンダント、うんらしくて、うん、でなんかね、小沢さんにその時、小沢さん、うん、政権取ってた時の小沢さんかな、うん、なんか小沢さんって、うん、そのキャビンアテンダントの中でも人気あるんですよとか、うん、なんでそんなこと言わなあかんのここでみたいな、うん、アホやろ。いやいや、アホかどうかはさておき、まあ、うん、ちょっとなんか司会やってるけど、あ、いや、ちょっとあんまり、ね、いやいや、うん、おちゃらけ話が長くなると、あ、そうですね、やっぱり視聴者の皆さんはちょっとおい早くなんか中身言えよって思うと思うから、うん、ちょっと、うん、あ、だからあの元に戻しましたら、やっぱり総裁選、総裁選、総裁選なんですけど、あ、じゃあ暴露話やりましょうか。何の総裁選の暴露話。あの先輩、先輩の、あの斉藤健、斉藤健農水大臣の斉藤さん、いろいろね、あの、要は圧力かけられたっていうんですね。そう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 、うん、あのやめろと、うんうん、あれ誰なのか。あ、なんか知ってるんでしょ。誰誰、え、みんな知ってる、みんな知ってます。あの斉藤健農林水産大臣に、あ、出てるやん。ピンポン、茂木さんでした。あ、みんな知ってるやんか。なんでみんな知ってんの、どっかで言った。ちょっと笑いすぎよ、あなた。ちょっとなんで知ってんの、みんな。西村だって。あ、みんな西村、元経産省っていう、西村説、茂木説、それから萩生田説とかいろいろあるんですけどね、うんうん、でもね、どっちにしてもね、うん、あの総理がね、うん、あのネットを舐めるなよって、そう。総理がね、あ、ただ文春に書いてあった、うん、で総理がね、あの聞いてみたけども、うん、誰もそういう人がいなかったと、うん、テレビで言っちゃったじゃないですか、うん、っていうことは正直じゃないんですね、その人は、うん、言った人は、うん、私が言いましたって言えば、いや、私が言いましたもあれだけど、斉藤さんがね、うん、要は演説会かなんかで、うん、石破さんの応援演説会で、うん、マイク持った時に、いや僕こんな圧力かけられましてと、石破陣営っていうのは、け、あ、あの誰や、総理大臣、あ、安倍、あ、あ、安倍陣営のね、安倍陣営っていうのはけしからんでという印象操作するために、うん、そういう圧力かけられたっていうことを言ったわけだけど、うん、僕だったら、言うんだったら、ほら名前出した方がいいよ、うん、で名前出さないぐらいだったらもう言わない方がいいよ、どっちかだと思うね。あ、そうですね、うん、名前出した方が良かったですね、うんうん、それとね、もう一つ言うとね、うん、あの多分言ったっていうことは、うん、斉藤さんすごく腹が立ってたと思うんですよ、うん、めちゃくちゃ、うん、で私ね、大体腹が立つとね、うん、もうこいつ絶対にこの世から抹殺してやろうぐらいまで、うん、やっぱり思うわけで、うん、名前だろうが何だろうが、こっちが多少なんて傷ついたっていいぐらい、うん、相手をコテンパンにやってしまおうと思うからね、まあ、政治っていうのは喧嘩だからね。そういうことですよね、そういうことですよね、うん、やればいいのに、うん、なんでやっぱりそこのところでちょっとなんていうかな、うん、こう躊躇したのかな。今もちょっと書いてくれてるけど、確かに一理あるんですよ、うん、あの石破さんに入れるということは、応援するということは、うん、安倍総理よりも石破総理の方がいい、うん、安倍総理は総理を辞めるべきだと思ってるわけでしょ、うんうん、そういう人が安倍内閣の一員として仕事するのはおかしいだろうということで、あの例えばあのそういう伺いっていうかね、うん、その身体伺いを出すとか、そういうことをやるのは筋でしょって、確かにそういう筋論っていうのはあるから、僕はそんな悪質な圧力だと思わないよ。あの先生でもね、うん、あのそれは先生じゃなくて、あ、ごめんなさい、安さん、安さん、それはね、
言われ方とかもあると思うんですよ。だそれはね、茂木さんに言われたらみんな腹立つよね。うん、私も腹立ちました、ねね、うん、いやいや、だから茂木さんっていうのはそうやってこう人をちょっと若干はあのイライラさせるところあるんですよ。それ人徳ないっていうことですか。いやいや、まあそうは言わないけどね、うん、いや、あんまり言ったらなんか訴えられそうな感じがしますね。いやいや、あ、まあ次行きましょうか。はいはいはい、はいね、はい、だからその総裁選でね、うん、結局はまあいろんなテーマが出てきたわけなんですけども、うん、これから総裁選の後、うん、あの総理はどういうふうに、うん、まあ石破さんを遇していくのかとかですね、うんうん、あと私ね、非常にやっぱり問題が出てきそうなのは、うんうんうん、今回ネットなんかで、うんうんうん、あの石破さんの個人攻撃みたいのものすごくされたじゃないですか。あ、そうなんですか。なんかあの要するに、まあ、中国寄りだとかね、まあ、なんか売国奴だみたいな感じの言い方とかされてて、うん、でも安倍さんにもあったんじゃないの。それは安倍さんに、いや両サイドがそういうのがネット上ではあったんじゃないの、ね、いや私特にちょっとお姉さんがすいませんちょっとすいません、あ、もしもし、あはい、どうもお世話になります。あのあれ、あの彼、あのちゃう、もしもし、もしもし、お世話になります。あのすいません、ニコニコ動画の放映中なんですけども、先生え、で、え、え、何かあるんですか。あ、そうですか。いや、ちょっと続けて、続けて。いや、分かってお電話くださってたわけじゃなくって。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。はい、どうも失礼いたします。分かってないんだ。うん、名前出せないね。ちょっと出せないけど、はいはい、自民党の安倍陣営の先生です、はい、それもう交渉したらよかったのに。ちょっといや、だから、分かっててお電話いただいて、さっきの話で あれかなと思ったら、いやいや、それでまたかけますって言われて、はいはい、何の話してたんだっけ。もう焦りましたよ、電話かかってきて。もう何かなと思って。玉木さんじゃありません、自民党のある、安倍陣営の幹部の方でした。はい、はい、何だっけ、なんだっけ。じゃあなんか飛んじゃった。終わろうか。違う、あ、だからあれですよね。で、あのね、やっぱりあのまあ、あの石破さんは出ていけみたいなね、うん、そういうふうな、石破さん、ネットで石破さんの悪口がいっぱいあったっていう、そうそう、個人攻撃がいっぱいあった。そうで、出ていけとかね、うん、結局は自民党って、うん、まあ、あの今日選挙終わった後にもおっしゃる方いらっしゃいましたけども、うん、あのやっぱりあの、まあ、自民党に限らず政党って、うんうん、そういうところで一応こう、まあ、うん、争いっていうか切磋琢磨のうちの一つですよ、うん、はい、それをした後は、うん、まあ、ノーサイド で、うん、でこれからは自民党のため、うん、日本のためっていう感じでやっていくっていうのが筋じゃないですか、うん、そうですね。でそれをね、出ていけとかね、あのいられるのかなとか、そういうことを外野がねとやかく言うことではないと思う。ああ、そうね、うん、もうそれで、あとは政党の中のガバナンスで、政党の中でいろいろマネジメントしたらいいと思うけどね。そう、うん、だからあの例えばだから、まあ、うん、いることによってね、今回の選挙で、うん、今回の選挙の結果で、うん、やっぱりあの石破さんは私は善戦されたと思います、うん、もっと負けてもしょうがないかなと思ってたから、うんうん、だからそれよりも票を取られたから、うん、だから次の、まあ、あのポスト安倍、うん、これの、まあ、あの候補のうちの一人として残られたわけなんですよ。まあまあね、うん、あのもう全く死んじゃったっていう感じではないよね。そうそう、もう目がないっていう話ではなくて、はいはいはい、次また出ても不思議はないっていう感じなんですよね、はいはい、でやっぱり小泉さんでもそうだったじゃないですか、はい、最初、はい、あの小泉純一郎さん、はいはい、でそうやって、うん、である時急にまたブレイクして、うん、ってなったと、うん、でそういうふうなこともあるわけだから、うんうん、でそれが一つの歴史をまた作っていくわけだから、うんうん、やっぱりその下手にね、うん、なんか出ていけとかそういうふうな極論はやっぱりやめといた方がいいんじゃないかな、うん、まあそれはそうで、僕が今ツイッターとかでも言ってるのはね、うん、今日総裁選が終わりました、うん、でね、僕はこう思ってるんです。今日から新しい戦いが始まったと、うん、そうです今日から新しい戦いが始まった。どういう戦いが始まったかというと、オリンピックの後の本当のポスト安倍、うん、今回の選挙もポスト安倍を争って安倍さんがもう一回自分で取ったわけだけど、うん、僕はそれは当然だと思うんだけどね、うん、でも
まあさすがに4選を可能にする可能性は低いから、うん、まあ今の制度ではないわけだから、うん、ね。すると2020年東京オリンピックの後、もう安倍さんは選択肢じゃなくなれば一般ね、うん、そしたら誰が2020年以降の日本の国を引っ張っていくのか、あるいはどの政党が引っ張っていくのかということを競争するわけです、うん、その競争が今日から始まったわけです。始まりました。それとね、うん、この安倍さんのこの3期目の3年間の間に、うん、今度その天皇が変わるわけですよね、はいはいはい、ということはやっぱり時代が変わるわけですよ。で、その、でその元号が変わるちょうど過渡期がこの3年間で、はいはい、その次っていうのは完全にもう、はい、新しい時代、この新しい時代をどうするのか、そういうところをやっぱり考えていくっていうところなんですよね、うんうんうん、であのね、あの石破さんってやっぱり頭のいい方で、私喋り方はあまり好きじゃないんですけど、うんうん、あのこれはねちょってしてるじゃないですか、うんうん、で好きじゃないんですけど、あなんで目つきああなるの、こう、あのこうかなんかね、なんか絶対にあれ顔人を笑わかしてるなっていうような顔しません、うん、あのこの間 の総裁選で安倍さんと2人出てらした時に、うんうん、安倍さんは全然その笑わかせる顔じゃないんだけど、うんうん、石破さんって暇があると目こういう感じで、なんかネタにしてほしいのかな、そう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 、あの顔はなんかあの変顔をわざとするよね、そう変顔みたいな顔とか、うん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 、されて、うん、なんかこの人なんかすごい愛嬌あるのかどうなのかっていうのがちょっと、うんうん、よくわからないんですけども、うんうんうん、だけど、まあ、一応選択肢として残ったと、ね、うん、頭の良さっていうか、あの論理の展開とか、あと本をやっぱりよく読んでらっしゃる、うん、そういうところがやっぱりあるので、うん、そのあたりのところはね、やっぱり残る可能性っていうか残る資格っていうのはやっぱりお持ちだと思いますよ、うんうん、で僕は資格は否定しません、うん、ただ僕は安倍さんの後がまた石破安倍参戦の後2020年以降の新しい時代の日本のリーダーが石破さんであるべきだとは僕一人の政治家として僕は思ってないんです、うん、逆に自民党に任し続けることも、うん、だって自民党って言った方あるよ、安倍さんの後自民党の中がぐっちゃぐちゃになってそこで出てくる候補者って今言われているのは、まあ、石破さんがもし残るとして、うん、から河野太郎、うん、から小泉進次郎とかの名前が上がってるけどね、うん、僕はまあ、僕はやっぱり、その自民党の中の競争に日本の一国の総理大臣の選択を自民党の中の競争に委ねる気にはなれないです僕は。あ、それはね、この間ね、実はね、自民党のね、うん、ある先生と一緒にね、ちょっとあのお話する機会があったんですけども、うん、その時に安住さん、そのポスト安倍って誰、うん、具体的に誰になると思いますって言われて、うん、誰だろうって考えたら、うん、なかなかないんですよ、出てこないんですよ名前が、うん、結構難しいんですよ。難しい。それでね、小泉進次郎とかまではやっぱりちょっと時間がやっぱり空くと思うんです、うん、小泉さんがトップになるまではまだまだ時代を経ないといけない。そしたら誰だろうっていう時にいないんですね。あんまいないんです。いないんです。でね、反対にあの野党は一粒一粒はいるんです、磨かれてないんだけど、うん、で野党の方がその層は人材があるんですよ、うん、だけどそこは何かって言ったら自民党は人を育てるシステムが派閥とかあって、うん、でそこで入って当選してずっといろんな勉強させられて、でなんかこう付き合いとかもこう教えてもらったりとかいろいろあるじゃないですか。でこういうふうに官僚にはこういうふうにやってきた、そう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 、まあ一応ね、だけど野党はないから、うん、一人一人の素質はすごくあるんだけども磨かれてないっていうところがあって、でも自民党の方はちょうどそこがすっぽり抜けてて、で素材がないわけですよ、うん、だからそっから今度小泉さんのあたりまでポーンと飛んじゃうわけですよ、うんうん、だからね、言われたのはね、あの自民党の先生ですけども言われたのは、うんうん、これ自民党にとっても不幸だけども日本にとっても不幸だねっていうふうには言われたんです、うん、そうですね、うん、いやだから僕が思ってるのは、うん、おっしゃるように、うん、自民党一強で、うん、自民党が万年与党の時代は、うん、自民党の党内の人材育成システムで議員は育っていくということだから今おっしゃってるんだ、うん、でもこれからそういう時代じゃないから、うん、だから僕は自民党与党と野党が、うん、
国会のオープンな場で、うん、しのぎを削る中で、うん、ぶち当たる中でその、うん、与党と野党の接点のところで、うん、すれてすれてぶち当たって傷だらけになりながら、うん、その磨かれるような人材がね、例えばイギリスの議会だったら、うん、フロントベンチって言ってね、うん、与党と野党で戦うその第一列に座ってるのをフロントベンチって言って、論争する人はフロントベンチャーって言うんですよ、うん、で後ろの要は手を挙げるだけの人とか、うん、地元に帰って選挙運動だけする人はバックベンチャーって言うんですよ、うん、そのフロントベンチャーがその国会のその国会で磨かれるわけですよ、うん、お互いにそこで論戦を繰り広げながら、ところが日本は論戦をしないから、うん、党内の人材育成システムしかない、でそれが機能しなければ人が育たない、うん、だから僕が目指している国会像っていうのはもう国会でやろうよと、あんだけ時間取ってやってんだから、うん、国会の場で与党と野党が激しくぶつかる中で、うん、与党も人材も育成され、うん、野党の人材も育成される、うん、これでいきましょう。なるほど。質問来てます？あ、じゃあ質問をちょっと読みます、はい、はい、ユーザーメールです。北海道の男性の方ですけども、麻生財務大臣は交代する？難しいですね。どう思われますか？難しい質問しますね、うん、麻生財務大臣ね、しないかもしれないね。私はね、多分させられないんだと思います、うん、で、できるんだったら、交代させられるんだったら、うん、そのね、財務省がいろいろ問題あったじゃないですか。で、あの時ね、セクハラ問題もあったし、あの時に変えるならあの時に変えてた、変えてたと思いますよ、うんうん、で私は別にね、麻生さん変えなくてもいいと思う、うんうん、だって麻生さんは財務大臣としての資質はありますよ。やっぱり経営者だし、うんうんね、そういう感覚はやっぱりお持ちだし、うんうん、まあ、多少ほら面白い話されるじゃないですか、うん、あれはまあご愛嬌なんだけども、うんうん、だからまあ変えられないし変える必要もないなっていう感じですよね、うんうん、まあ、その時に、まあ、麻生財務大臣が消費増税について、うん、どういうハンドリングをされるのかということが、まあ、最重要イシューになってくるので、うん、まあ、そういう消費増税をどうするかという話と、まあ、おっしゃったその麻生さんのこう、まあ、力、うん、麻生さんの力が内閣のために必要だと思う。そうですよね。そこのこうせめぎ合いはあると思いますよね、うん、だから麻生さん、要は例えば安倍さんが増税にもし見直しも視野に入れていくとすれば、うん、まあ、麻生さんで一回飛ばしてるから麻生さんでも飛ばせれるかもしれへんけど、消費税のね、うん、まあ、ちょっとその辺はちょっと僕もよくわかんない。もうでもこれで飛ばせられないでしょ。一応僕らは飛ばせって言ってるんですよ。まあ飛ばしてほしいですけどね、うん、飛ばしてほしいけどもどうなのかなっていう感じはしますよね、うん、今一生懸命あの消費税をね、子ども子育てに使うとか福祉に使うとか、うん、そういったところで、まあ、言い訳みたいなことをやっぱり言うっていうのは、うん、もうやっぱりこれはやっぱりもう増税しかないというような政府の見解が固いと、うん、今ね、例えば消費税を 5% にした時は、うん、消費増税と減税のネットはだから減税だったんですよ、うん、ところが 8% の時になんで経済が悪くなったかというと純増税だったんですね、うん、大規模な、うん、それで今度 10% にする時は今まさに教育っておっしゃったけど、うん、支出を増やすことで、うん、でも今の発表されている問題では純増税のままなんですよ、まだ、うんうん、だからもっと大規模な経済対策を打ちながら純増税にならない、うん、純減税になるような打ち出しができれば、まあ議論の余地はあるかもしれないね、うん、ただ今の消費増税問題なのは例の軽減税率の問題とかがあって、うんうん、僕は軽減税率は僕は反対なので、この際消費増税自体を一回吹っ飛ばして、うん、デフレ脱却を完全に成し遂げてから本格的な税制改革をやった方がいいと僕は思ってますけどね、うん、なるほどね、うんうん、私もやっぱりそう思います、うん、そもそも税金って
システムが簡単なほど、うん、その徴税そうですコストね、コストが全然安いですしね、はいはいはい、であの不要な脱税とかも減りますし、うん、そうですそうです、そういうところでね、やっぱり平等、そうですね、これからの日本の社会っていうのはできるだけ合理的な、うん、分かりやすい制度にしていかないと国民の理解はもう得られないですから、うんうん、だからその分かりやすさとかあるいは運用のしやすさっていうことで言うとね、うん、やっぱりシンプルなあの軽減税率は僕 は外して、うん、でむしろあのもし逆申請の問題があるんだったらもっと別の形で、うん、あの給付あの何その手を差し伸べるべきところにしっかりと手を差し伸べたらいいんでね、うん、消費増税消費税システムの中で軽減税率入れるってのはもう筋悪いですね、うんうん、なるほど、うん、で次の質問ですけども、はい、京都府の男性なんですが、うん、進次郎さんが閣僚に入るか、まあ、この感じだと入らないですよね、うん、だから普通に考えれば入らないですよね、うんうん、で閣僚に入るかこれちょっと日本語あれなんですけど入閣するかってことなんですけど閣僚って言ったら大臣クラスなんで大臣はまだちょっといやただその例えば斉藤健さんだってね、うん、4期ですよ斉藤健さんってあれ4期ですよ、うんうん、だから4期生が大臣になったことを考えるとね、うん、僕は別にあのそれは閣僚だってあり得ると抜擢はありますよ1期でも抜擢はあり得ると思うけど、うん、でも今回見たようなああいうグダグダの人をですよ、うん、じゃあ入れてそれで作戦としてその自民党政権の自公政権の作戦としてそれにどういう意味があるのか、うん、あるいは2020年以降に向けてどういう意味があるのかっていうのは僕の中ではシミュレーションでききれてませんので、うん、小泉さんを抜擢する作戦っていうのは僕の中では想像はちょっとあまりできないですね、うん、でももしかしたら安倍官邸はちょっといろいろ考えてるかもしれませんけどね、うん、なぜならばポスト安倍の中ポスト安倍でどうしても名前が出てくる人だから、うん、その人をどう処遇するかというのは少なくとも将来の作戦としては必ずハンドリングすべきアイテムとしては出てきますよね、うんうん、で宮城県の男性の方なんですけど、うん、自民党総裁選を受けて国政維新がまず行うべきことは何ですかって聞いて、何に向けて、あの自民党総裁選を受けて、あ受けてね、やるべきことはね、うん、だからさっき僕が申し上げたいよいよポスト安倍本当の意味でのポスト安倍をめぐる競争が今日からスタートしたというのが僕の最も大事な認識論なんです、うん、だから僕は維新ですから維新はいよいよ自民党の向こうを張って、うん、ねいや憲法はやったらいいですよ。でも憲法だって今の自民党は僕はダメだと思ってるから、うん、しっかりと論戦をする、うん、その自民党と維新の会が4つに組んで論戦できるような維新になることが僕は一番大事だと思うんだけど、今維新の執行部がやってることは真逆だから、うん、とにかく今の維新の執行部はもうとにかく自民党に抱きつけと、今沖縄もそうですよ、うんうん、いや沖縄知事選挙で佐喜真さんが勝った方がいいというのは僕は賛成ですよ、うん、でも今党を挙げて大阪の府会議員もこぞって今沖縄入りしてるんですよ。先生はで僕もね、僕行ってないんだけど、うん、今日大阪から怒られてね、行けってなんで行かないの、僕昨日神奈川行ってたでしょ、ええ、足立お前沖縄行かずになんで神奈川にいるんだと、基地あるもんいやいやそうだけど、今度僕また27日北海道行くんですよ、札幌。へ、あなん、いやそれ地震、その地震の、いやまあ自分の講演会で、あなるほど、なるほど、それで、うん、ちょっとねこのままだと除名になりそうなので26日27日一泊でちょっと沖縄行ってきます、一応ちょっと除名にならないように、